待っていたぞ。父さん、巡査も。アルフィン殿下。ティータ、無事か。リーンさん、皆さんも。やっと、やっと会えた。本当にお久しぶりです。ご心配をおかけしました。私たちは平気です。アガットさんは？見ての通りだったの。元気そうで何よりだぜ。感謝します。将軍、中佐も、二人を丁重に扱っていただいて。何、皇族に留学生ならば礼を尽くすのは当然のことだ。窮屈な思いをさせたのは間違いないだろうがな。公爵のおじさんとずっと一緒よりはマシなような。なるほど、それは確かに。さすがにバラット校が不憫になってくるんだが。改めてよくぞ来た、七組。リベールの遊撃士も屈強なる第四の師団兵たちを超え、無事ここまでたどり着けるとはな。特にエリオット、可愛かったお前のたくましい成長、父としてこれほど嬉しいことはない。後輩たちの前で可愛いとかやめてほしいな。乗り越えるよ、どんな壁でも。僕たち自身が決めたことだから。そうか。かつての戦術教官としても、以前からの知り合いとしても嬉しい限りだ。シバルツァ、ミュラーの弟も迷いを断ち切りつつあるようだな。ええ、多くの人たちが支えてくれたおかげです。その思いに応えるためにも、ここであなたたちを超えてみせます。兄上の盟友にして戦友、攻撃のナイトハルト中佐、未だ未熟な剣ではありますが、届かせてもらいます。クルト君、そうだね、全力でサポートします。上出来だぜ。皆さん、アガットさんも。見よ、ナイトハルト、あれが獅子神皇帝から脈々と受け継がれてきたものだろう。ええ、新たな七組にも確かに。ならばこちらも全力で応えるべきでしょう。これが最後の試練だ。今こそ確かめさせてもらうぞ。絶望と破滅に向かいつつある帝国に、お主らが示す力と意志を。わかりました。行くぞ、エリオット。七組として、トールズとして。うん。奏でてみせる。僕たちだけの調べを。リベールにとってもお隣さんだ。問答無用で助太刀させてもらうぜ。ノブレス・オブリージュにかけて。姫様、ティータさんも、どうか見ていてください。来るがいい。我が息子に若き獅子たちよ。こちらも全力で受け止めさせてもらう。させるか。
甘い。今だ、みんな一気に決めるぞ。なあ、また了解です。タッフ、成長したものだ。まだまだこんなものではないぞ。よし、チャンスだ。やり、砕け散れ。そこだよ。僕の番だね。届け、癒しの歌。ありがとう。感謝します。俺の番だな。下がれ。崩れた。もらった。俺の番だな。やり、終わりだ。見事だ。よーし、チャンス。続けていくよ。僕の番だね。マイル、はい、崩れた。もらった。とどめだ。やるな。相変わらずやるじゃねえか。その銃剣こそさすがです。やったな。なんとか届いたみたいだな。想像以上だ。まさかここまでやるようになったとはな。我々の乾杯だろう。新七組も遊撃士も含め、揺るぎなき力と意志を見せてもらった。
父さん。リンさん、アガタさん。ティーター、やれやれ、心配させやがって。ハガットさんに言われたくないです。いつもいつも無茶ばっかりして、軍の要塞にまで乗り込んでくるなんて。ハガットさんにもしものことがあったら、私無理くらいさせろや。別に一人で来たわけでもねえし、何があってもお前は守る。じいさんたちとの約束でもあるしな。いや、それだけじゃねえか。俺にとってもお前は。アガットさん？アルフィン殿下、遅くなってすみませんでした。いえ、いえ、そんなことおっしゃらないでください。リーンさんが生きていてくださっただけでも、私、お体は大丈夫なんですか？以前何かを感じましたけど。俺のことは心配には及びません。殿下の周りで起きたことを思えば、比べるべくもないでしょう。大変でしたね、本当に。なのに気丈に頑張っていらしたようだ。誇りに思います。妹の親友として、帝国民として、もちろん俺個人としても。リンさん、もう本当にあなたという人はいつも人のことばかりで、でも雰囲気が変わってもやっぱりリンさんはリンさんですね。こっちの顔が熱くなるっていうか、二人の世界かける2でオーバーフローしてる感じです。よかったですね、殿下もティータさんも。エリオット、本当にたくましく成長してくれた。よもやこんなに早くこの父を超える日が来ようとはな。超えただなんて、そんなこと少しも思っちゃいないよ。でも成長できたのはリーンたちと父さんのおかげかな。だって今の僕の足場を作ったのは間違いなくトールズだろうから。いろいろあったけど、士官学院に入れてくれた父さんには感謝してる、今も。エリオット、坊ちゃん。大きくなりましたね。うん、母さんも女神のもとでさぞ喜んでいるであろうな。あの猛将赤毛のクレイグが。どうやら終わったみたいね。Thank you.
ランクアップだね。皇子様からの賜り物だよ。わあ、